キオ新監督がユベントス戦後に鎌田を大絶賛してしまう WWW。ラチオは31日に行われたセリア第30節ユベントス戦に 1-0 で勝利し、イゴール・プドール新監督の初陣を白星で飾った。マウリキオさっき前監督の下でベンチが定位置になっていた鎌田大地は先発から80分間プレイしている。プドール監督は試合後に、鎌田は重要な試合をプレイした。このサッカーは彼の特徴に合っていると思う。適応力があり、奇跡だ。彼のことはとても気に入っている、と述べていた。鎌田にとんでもないチャンス、回ってきて草。モナオの滝、ラオの鎌。この監督はIELでフランクフルト時代の鎌田にやられた監督だから評価高いんだろう。絶望的、状況から一気に流れ来たやん。さっきより鎌田の使い方上手そう。会社でも上司に信頼されるだけで仕事が変わるもんね。鎌田がラチオで試合に出れるのは日本代表にとっても超朗報。豆知識。ユベントス戦、鎌田のフォトモブの評価点は 7.6 点。ちなみにインテル戦でも7点台を出しており、ビッグクラブ相手に高パフォーマンスを発揮している。守備の切り替えも早くてよかった。鎌田ってしっかり両足使えるからすごい。鎌田というより、ユベントスが全く怖くなかったのくさ。後半の鎌田は特に良かったし、このチャンスをものにしよう。南野みたいに監督が変わるだけで化けると思ってる。いい監督に出会えてよかった。